はい、短期決戦です。4月27日8時20分です。トレードを始めましょう。1名様おはようございます。なんか材料出尽くしみたいですね。まあ減税の実効性もちょっと不明ですしね。実行力、実効性、減税できるのかどうかも疑問ですからね。まあ一気に円高になりましたね。78銭から90銭までいっちゃいましたからね。まあ今もう17銭のところまで戻ってますから、とりあえずほらデッドクロスはしてるんだけど、1分足でデッドクロスはしてるけどさ、止まってる走ってはいないね。ここデッドクロス、これほらまださ、この移動平均線が上向きじゃん、この 75MA がさ。どうだろうな、これがねこう下がってくるんだよね、こう山を、ここが山の形になってくると下行くけどね。4名様おはようございます。ここで揉み合いだったらここが絡み合ってくるよ、移動平均線が。よし頑張っていきましょう。でもね、今日ギャンブル運が大凶だからさやんない方がいいかもしんないんだよね。マイナスになっちゃうからね、ギャンブル運大凶。戻ってったよ、ほら戻る動きも、移動平均線に戻る動きもあるのよ。一回下がってから移動平均線に戻る、で移動平均線まで行けるけど上抜けはしないっていうね。うん、あるある。ね、ユーロ円とポンド円もさ、いや下がってないよね、ユーロ円ポンド円ってね。ポンドは143だっただけだもんね。いや 143.36 だったな、これ高値だ。あれ 36? ああ、まあ142円台に戻されちゃったんだね、142円台後半。ユーロ円は121円割って戻ったんだ。ユーロ円この高値いくらだ、121.54、これ分かんないな高値が。ユーロドルあれだったよね、下落してたけど戻ってきたんだね。こうドルとユーロの差がなくなってきたってことかな。よし、18銭長そう。なんか簡単には下に行かないね。とりあえずさ、日銀決定会合が昼、ECB 理事会が8時45分と9時半、ドラギさんが出てくるのが9時半。今日動きそうだね。な、日銀は無風かな、日銀は無風だと思うわ。とりあえずほらドル円の動き見るとさ、完全にトランプさんの発言、トランプさんの減税を意識してた動きだったんだよね、昨日までは。昨日まで、今日の朝まではトランプさんの減税で動いてたんだよ。
次なる関心は何だろうね。日銀には期待、別に期待も何もしてないだろう。あとはだから欧州の ECB か、 ECB 理事会で何かあればユーロがどうだろうな、日足的には上なんだけどね。ユーロが121円の中で止まってないだろう。なんか対策打ってくれば上行くんじゃない？わかんないけど、いやユーロが上行けばまたドル円も上行くんじゃないかね。うん、わかんないけどね。ギャンブル運が代表の人の相場感聞いてもあれかもしれないけど今日は運ないってさ。いやなんかニュースありませんかね。5社差し引き180万株の売り越しと観測、売り越しとの観測、売り越しなんだ。やっぱ100円安で始まるかな日経平均。EU 離脱、今日の円債短期見通し、米債高で強含み、日銀会合の反応は限定的。もう限定的とか言い切っちゃってるよこれ限定的だってよ。朝方の円債市場は米債高の流れを引き継いで強含んで取引が始まりそうだ。日銀は政策、金融政策決定会合の2日目を開催し、結果は正午前後に公表される見通し。市場では経済や物価の見通しに修正が入る可能性があるが、基本的に政策据え置きがメインシナリオ。リスクオフの流れがくすぐる中、円高の引き金を引きかねない。政策変更はしないだろうと見ている。日銀会合が相場に与える影響は限定的で、入札やオペといった需給イベントもなく、日銀の政策も据え置かれると考えられるため、海外金利の低下を受けて堅調にスタートした後は揉み合う展開を予想している。みずほ証券マーケットアナリスト。すごいね、これだけの文章を書ければさアナリストになれるよなんだこれ。ブラジル3月の融資債務不履行が7ヶ月ぶり増加。ブラジルね、ブラジルもリオデジャネイロオリンピックがピークだろう。いやオリンピックがピークなんだよ。だからさオリンピックまではさ公共事業でさ開発するんだけどさ、その後さ、いやお金も行くんだけどさ、その後さ公共事業がなくなるんだよ。だから東京もさ2020年にオリンピックがあるじゃん。その後どうなるか分かんないよ景気。その安倍さんがどうなるかだよね。安倍さんがさ退陣したら大変だよ。あと麻生さんがやるとしてもさ、麻生さんやるかな。誰が次の総理大臣になるか分かんないけどさ、いやー
誰がやるにしてもさ、安倍さんの後は辛いよね。長期政権の後やるってのはね、辛いと思うよ、総理大臣も。ドル円は111円前半で小動き。米税制改革案は財源確保に不透明感。そうだよな、財源ないじゃんかお前っていうね。なんかどっかで見た日本の政策に似てるぞっていう。財源は景気回復で補いますって。それさ、本当にっていう。それさ、本当にっていうよね。これユーロドル安値から持ち直す、トランプトレード失速。米税制改革案への期待から米10年もの国債利回りが 2.35% に上昇したことを受けた。 1.0856 ドルに下落したって書いてある。医療保険制度改革、オバマケアの見直しで共和党が合意に近づいてるとの報道も期待を後押し。へえ、結構これニュースになってないね。ん？オバマケアの見直しで共和党が合意に近づいてる？トランプさんのあれが通るのかね？法案が。そしたら、あれだね、期待でまた変われるかもしんないね。トランプ法案が通ったっつってさ、ね、トランプ法案が通れば税制改革もできるんじゃないかっていう、ね、期待になるかもしんないね。しかしって書いてあるよ、これ。税制改革案には詳細が盛り込まれていなかった上に、米国が NFTA を離脱する可能性が報じられると、米利回りは低下。利回り低下すると下がるんだなぁ。米製化ハーシー、第一四半期利益が予想上回る。経費削減や新商品が寄与。お菓子屋さんが情報修正か。ハーシーってなんだっけな、どんなお菓子だろう。ハーシーは昔からの人気商品に新バージョンを投入するとともに経費削減も進めており、昨年は北米や中国の一部工場の封鎖を決定した。広告費も減らしている。縮小してんじゃねえか。経費削減や新商品が寄与。経費を減らして新商品が売れたってんだ。すごいね、総売上げ16億8000万ドル。いくらだよ、わかんねえ。1600億か。すごいね、そんなに売れんの。アメリカすげえな。
米国株の上げで上げ一服で反落。米国株の上げ一服で反落。なんだって。企業決算が増加していることもあり、個別対応の相場展開を想定する。取引時間中には日銀金融決定会合の結果が伝わるが、現状維持が市場コンセンサスとなっており、目立った動きは見られないであろう。見られないだろう。なお、マザーズ先物は75日移動平均線を頭に抑えられており、反発は一服か。うん、本日225先物の上値目処は 19,250 円、下値目処は 19,100 円とする。言い切るね。米ホワイトハウスが公表した税制改革案の減税規模は史上最大とみられるが、財源について具体的な説明はなかった。市場では企業や小規模事業者などに対して連邦所得税率を 15% まで引き下げることや、米企業が国外に保留している留保している利益2兆6000億ドル規模に対する1回限りの課税実施はドル高要因になるとの見方が出ている。ただドル高っていうと、ドルが買われて円が売られるのか、円安になるってこと。ただ税収減に対する警戒感も浮上している。経済成長による税収増によって財源は確保される可能性は否定できないものの、市場関係者の間からは税制改革がアメリカ経済の持続的な成長に間違いなく資する保証はないとの声が聞かれており、将来的に財政事情が大幅に悪化し、長期金利の上昇によって景気悪化を招くリスクもあると見られている。税金下げたからってアメリカ経済が持続的な成長を間違いなくする保証はないって。だから長期金利の上昇によって株価が下落するかもしれないよっていうね。減税が必ずしも株高になるとは限らないよってことだ。ね。イギリス与党支持率は 45%。労働党を16ポイントリード。ユーガブ調査。ユーガブって何？イギリスタイムズ？イギリスタイムズ紙が報じた調査会社ユーガブの世論調査によると、6月8日に総選挙を控えたイギリス英国で、6月8日総選挙、ああそうか、解散総選挙するっつってたね。6月8日だ。メイ首相率いる与党保守党の支持率が 45% となり、労働党の支持率を16ポイント上回った。だからメイさんが勝つんでしょ。知ってる、それ知ってる。あ、高田の売買を一時停止。
法的整理に関する報道の審議等の確認のため。ああ言っちゃったよ。7312。タカタタカタ。もうそれ以上はいいかな。それ以上飽きたでしょ。タカタタカタ。これね、タカタ。売り気配だ。よし、一時停止だから止まってんだこれ。デバさん風船をプレゼントしました。ああありがとう。デバさん風船ありがとうございます。いや先ほどからおはようございます。いやすごいね、高田売買停止だよ。高田売停。いや高田安すぎるだろうと思ってたんだけどね。ダメだったみたい。ああ、8時41分か。デバさんどうして。あ、ね、ちょっと待ってね。これデバさん会社なくなるの。いや、わかんないけど、高田の売買を一時停止当初つってさ、法的整理に関する報道の審議等の確認のためって出てんの。理由は法的整理に関する報道の審議等の確認のためって。だから今確認中。どうしたっていう。法的整理わかんないよ。上場廃止になるか維持できるか、またはたまた管理ポストに行くかわかんないけど、とりあえず売買が止まっちゃった。高田くんまだ審議確認中だからね、あんまり言わないでおこう。あ、第一四半期の韓国 GDP 速報プラス 0.9 に加速、予想上回る。あれ、デバさん高田くん困りますな。チルダ困りますか。いや高田じゃない、高田高田。これ韓国景気良くなんじゃない。韓国のウォンが買ってたんだけど。あー KRWJPY。 いやー韓国大統領選でさ、大統領決まればさ上行くと思うんだよね。これさスプレッドが 3.80 なんだよ。これ大きな下落の時とかさ、大きな上昇の時じゃないと売買できないんだけどさ、これ今回のほら下ここだったからさ、いやあんまり下がりすぎたらっつって買ったんよ。ロングしてこれで、まあ一番 KRW しか取引しないけどね。これさマックスで取引したらすごいよ。最大取引可能、最大剣玉っていうの、縦玉、最大縦玉可能数量さ68万だからね、縦玉ね。剣玉って呼んでたけど縦玉でしょこれ。68万これさポジったらさ、これスプレッド分の手数料いくらだろうね。恐ろしい。そんなことはしないけどさ。韓国のねこれね、ウォンなんだよ。
大統領選で上行くような気もするんだけどな。あー長いな19選。あ戻ったよこれ。ほらこれさ、一回デッドクロスして戻ったよ。ほらこれだから揉み合いレンジ相場ってことだよ。この移動平均線が複雑に絡み合うの。行ったり来たりしてんだねこれね。日銀決定会合待ちか。特にないと思うんだけどね何もね。でもさ、あ残り3分しかない。8時46分です。でもさ、日銀決定会合を前に仕掛けたりするからね。レバさん日銀でまた上がっちゃうでチルだ。上がっちゃうかい。あー上がっちゃうかもな。40銭 ?45 銭上がっちゃうかもな。とりあえずあれだよ、あの今日の下げはあの材料で作りだった。レバさんも L 予約入れてる。ああそうなんだ早いね。もしかして111円のこれで買った。朝90銭まで行かなかった？なんか90銭まで行ってたような気がするけど。レバさんポン円ね。あ、ポン円か。そっかそっか。ポン円か。ポン円はね。これポン円ね。142.87。ポン円はどうなってんだろうね。いやー昔はね、昔、もう3分しかないんだっけ。もう1分しかないわ。ご視聴ありがとうございました。おはようファッチ。ああ。ポン円か、ポン円ロングか。レバさん日銀までには寝るからポジってられない寝ちゃうんだお昼ね。あ、違うんだ。あ、仕事してたからか。夜中仕事してたから今から寝るんだ。はい、おやすみなさい。レバさん昨日も寝てないし。それさあ体に悪いよ本当に。気をつけてね。健康診断は行った方がいいよ。血液検査とか。寝不足は。レバさんやることだらけなんだもん。ああそっか、かわいそうだな。あーもう時間がないわ。一回切ります。ご視聴ありがとうございました。